右反対側に回していきます。はい、もう一度外に大きく大きくですね。はい、ラストもう一度お願いします。ありがとうございます。どうですか、状態全体使われてますか？はい、それとそこでもやっぱ言うとかないんだよね。右の方のねじりと左がどうでしたかとか、どっかでその途切れてるとかやりにくいところってありますかっていうと、で左のこちらと右のこう回し方が何かこう違和感があるっていうことは、どこかにやはり筋肉のアンバランスがあるということかもしれませんね。でもこのエクササイズではどこにあるのかわからないので、これからその一つ一つパーツパーツで見ていきますので、そこのチェックをしていきましょうねっていうことをここでも言わなかったわけですよ。そうすると皆さんがそこに集中するから、こっちはできるけどこっちはダメだよねとか、じゃあどこなのかなっていうふうになってくるから、それがこの中でこうみんなが喋ってくださるようになれば、すごくそのセミナーの雰囲気がこう学んでるっていうふうになってくるので、ただやらされてるわけじゃだけじゃないですよね。でお互いに協力して、どうなの私いけてるとか、そこも言ってあげないとダメ。自分ではできてるように見えるけども、旗から見ると、後ろの方から見ていただくと、右はスムースに回ってるけど左はなんかこう十分円を描けてなかったりしますから、もし周りの方も気づかれたら、そういうのをお互いにお声掛けしていただいたら結構です。もちろん私も見ていますけどみたいなことを絶えず言わなあかんですよね。はい、じゃあそれをちょっと意識しながら、もう一回、あ、もういいです、次のところでいいと思います。はい。